どうも竹虎です。私ですね、あっぱれに正式入団してから早4年が経ちました。長いですね。まあ、4年ということでですね、オリンピックも4年ということで、なんか節目なのかなと思いながら、今回はですね、私が初めてあっぱれに来た試合からつい先日までの動画をじゃんじゃんテンポよく振り返っていこうかなと思います。さあ、時を戻していこうと思います。まずは2017年、私竹虎があっぱれの活動に初めて参加したのが2017年の1月でした。当時ですね、もともと見学のつもりで行きまして、兄貴さん早えとか、徳さんさん声すげえなーとかベンチで思ってたんですけども、兄貴がですね、マウンドに立ってみるかということで私に声をかけてくださり、この登板が実現しました。とっても緊張しました。私何度も言いますが人見知りだったので、心臓ドキドキでもう飛び出るぐらいでしたね。もともとは僕も視聴者だったので、徳さんライパスさん兄貴とかとお会いして、まさか試合できるなんて思っても見てなかったです。そして2017年2月、徳さん TV に私初出演したんですが、はい、一つ目ピッチャーは19歳の笹ですね。ピッチャーは19歳の笹ですね。僕ですね、最初笹として出演してたんですね。これライパスさんが命名したらしいんですけども、笹ってなかなか僕の人生の中で言われたことなかったのでびっくりしましたね。動画見て、その後の動画で、私風神竹虎となります。これは兄貴の右腕左腕ということで命名されたらしいんですけども、風神が私、雷神が竹又さんという風になっておりました。僕が参加してからですね、この錦糸町公園でやることが多くて、僕の中では聖地錦糸町公園となっております。そして2017年4月頃、私見学要員からあっぱれのユニフォームに袖を通しました。ここから正式入団ということですね。当時は高校の時から使ったこのアシックスのグラブを使用してました。そして2017年5月、私竹虎 YouTube で声を出し始めました。最初はこの兄貴とやった深夜キャッチボールですね。あっぱれの活動だけではなく YouTube にも参加するというド緊張でした。そして2017年11月、ここからですね、兄貴の鬼指導が開始されました。上に行くにはまだまだピッチャーとしての力が足りないということで、技術論だけではなく野球脳なども教えていただき、ここで野球人として少しずつ成長が始まった時期だと思います。ここら辺からですね、入団したての時とちょっと変わってかかし投法で投げておりますね。なんか変なフォームです。そして11月、特産 TV ダッグアウトが爆誕しました。 YouTube の勉強をしてみるかということで私が撮影編集を手掛けておりました。まあ、その翌月ですね、投げ方がなんか鬼スリムになってました。僕結構フォーム変わってますね、こう見ると。2017年、これ4年前になります。そしてあっぱれに入団してから1年が経った2018年、この年はですね、私がピッチング大迷走時代に突入した大変な年でした。このようにめちゃくちゃ凄まじいホームランを打たれるですね、なんか癖がついてしまったというか、なんかそういう特殊能力がついたのかわかんないんですけども、めちゃくちゃ打たれた年となりました。そんな大迷走時代の2018年に特産 TV ダッグアウトから竹虎 TV に変更という事件がありました。徳さんに直談判してですね、名前変更していいですかと許可取りをしていたのがすごく懐かしいです。僕には有り余るロマンスがあり余る。時は飛んで2018年8月、竹虎 TV 誕生から4ヶ月後ですね、珍しいことに私ですね、あっぱれに対して投げるという試合があったんです。横浜ホテルリーグさんとのオープン戦ですね。めちゃくちゃ懐かしいですね。まあ、師匠兄貴も見守る中、チームにもですね、成長を見せていこうかなと思っていた矢先、まず徳さん、バッライト前、はい、次ゾイさん、バシッアウト取ったけどこれファースト強襲、その次コウタさんにスライダーボーン、めちゃくちゃ打たれました。先輩たちすごいなと再認識した試合でしたけども、成長をちょっと見せれなかったなと悔しい試合でもありました。
その後あっぱれ打線にやられたことを機に投球修正を兄貴と一緒にやって、なんとかまとまったピッチングができるようになってきました。2018年後半からですね。そして私のピッチャー人生で一番重要な試合と捉えているのがこのプライドジャパン甲子園関東予選準々決勝でございます。 1-0 というですね、緊迫した試合で私抑えをやってるんですけども、この試合に至るまではどうなぜか自分のピッチングを確立できていないというか不安材料がたくさんあったんですが、この試合までにですね、兄貴とピッチングとは何ぞや、抑えのメンタルの作り方はこうじゃないかなどいろいろ話して、やっと私のピッチングスタイルができた試合となりました。大事な試合でしたね、本当に。その2ヶ月後、プライドジャパンカップ決勝ですね。これマツダスタジアムがかかった試合だったんですけども、VS ゴールドさん。このバッター覚えてますでしょうか、皆さん。ダーンと、めちゃくちゃ打たれたんです。これしかも最終回、2対0の場面でランナーがいる状況でこの打球を打たれたんですね。まあしかしその後なんとか抑えて2対1でマツダスタジアム出場決定と、この試合が一番ヒヤヒヤしたんじゃないかなと思います。まあ打たれたこともあってですね、自分のせいで負けるんじゃないかという気持ちもありましたが、まあ、この2ヶ月前にあった、まあ、先ほども私から伝えました通り重要な試合のおかげで、気持ちの作り方がですね試合中になんとか体現できたので、なんとか抑えることができて、みんなでマツダスタジアムで試合をやりました。いい思い出です。この月にですね、なぜか守備猿淳さんと私で入浴動画撮ってましたね。気が狂ってました。そして2019年といえばこちらではないでしょうか。1月ですね、国吉 TV が爆誕した月でございます。2019年、もう2年前になるんですね、国吉 TV が爆誕してから。まあ、このようにロンティーキングでですね、国吉さんにボロ負けして、竹虎でもなく守備猿でもなく国吉 TV という名前になりました。なんか勝負強さというかですね、花がある国吉さんに、まあ、そういう出演面で言うとですね、勉強になった部分もすごくあるので、結果的にこの国吉 TV に変わったことは私としては良かったのかなと思っております。そしてその2019年10月ですね、甲子園がかかった決勝で VS トラビーさんだったんですが、なんとか勝利をして2回目の甲子園出場を決めました。国吉さんですね、毎年毎年全国に連れていくっていう能力すごいですね。まあもちろん兄貴とかですね、首脳陣の力もあると思うんですけども、名将国吉監督として名が知れた瞬間だったのではないでしょうか。国吉さん、沖縄で元気にしてますか。ちなみに当時はですね、この黒の水プロのグローブを使用してましたね。黒光りがすごいですよ、このグローブ。そして2020年、この年は大変だった。去年ですね、新ホームで私エースを目指すと強い志を持って、兄貴武さんに負けないピッチャーになろうと意気込んだ年でございました。しかしこの年はコロナの影響で自粛が長引いて、そして自粛明けにですね、私無理をしてキャッチボールとかした結果大故障しましたね。この弱いキャッチボールですら痛みを感じてるぐらいでした。まあ、その後ですね、病院に行ってでっかい注射を打ったりですね、とにかく2020年は怪我と向き合った年となりました。そして2021年、今年ですね、なんとかリハビリとかトレーニングを続けた結果ですね、怪我前よりいい球を投げれるところまで来ました。今後もですね、だから油断せずに、怪我しないようにいつまでも投げ続けられるピッチャーになりたいなと思って、頑張っていきたいと思います。あっぱれ投手陣ですね、みんな今年調子いいので、どうかみんな怪我なく楽しく草野球やっていきたいですね。全国制覇目指して。はい、いかがでしたでしょうか。この4年でいろんなことが、僕の人生が変わりましたね。まあ、ここまでなんか明るい性格というか、人と話すキャラではなかったんですけども、実際人見知りだったので、まあっぱりに来てからですね、
兄貴中心にその人間性というところを学びながら、あ、コミュニケーションって楽しいんだよっていうところを学びながらですね、僕自身結構変わってきたのかなと思います。過去動画をバンバン振り返っていったんですけども、見るべきは未来、兄貴と一緒で前世紀は常に未来という課題を持ちながら、テーマを持ちながらこれからピッチング頑張っていこうと思います。ということで今回は私竹虎4年間の振り返りでした。これからも頑張っていきたいと思いますので、皆様何卒よろしくお願いいたします。本日はご視聴ありがとうございました。我々野球人を支えてくれる野球ショップを応援したいというわけで、コロナに負けるなをテーマにした T シャツを作りました。ちょっとでも野球ショップに行くきっかけになればと思います。まだまだ大変な世の中ですが、野球人は負けないんだ、そんな思いで日々頑張っていきたいと思います。詳細は動画概要欄にありますので、よければご覧ください。